大江戸温泉物語あわら。訳あり部屋宿泊で超絶コスパ1泊2食8580円税込み。大江戸温泉物語のホテルは一人宿泊の価格が高騰していて、伊藤園ホテルのように一人で気軽に宿泊できないのが難点。なんだけど、ホテルによっては訳ありプランがあって一人でも格安に利用できる場合がある。そんなわけで、福井県あわら市にある大江戸温泉物語あわらに訳あり宿泊してきました。当日1泊2食8580円税込みでした。ど近場のローソンが重宝する。いざホテルへ。フロント、日帰り入浴と日帰りディナー券売機、アメニティコーナー歯ブラシ、コットンセット、喫煙場、浴衣はセルフで、ロビー目の前に庭園が広がる。マッサージ機、庭園、土産物屋、コインランドリー、洗剤100円、製氷機、自販機、アルコール自販機、カラオケルーム1、カラオケルーム2、カラオケルーム3、カラオケルーム4、カラオケルーム5、カラオケルーム6、大浴場、脱衣場、洗面台、カミソリ、くしあり、内風呂、泉質は低調性弱アルカリ性冷光泉、入浴時間15時から24時、5時から10時。サウナ、サウナマット、約85度のドライサウナ、残念ながら水風呂なし、サウナマットが提供されていて清潔なのはいい。露天風呂、水風呂はないけど外気浴できるスペースがある。露天岩風呂、卓球無料、ゲームセンター、スロットが充実している。漫画めちゃくちゃ充実している。
そろそろ部屋に行きましょう。最安値の訳あり部屋。どこが訳ありなのかわからない。もしかして Wi-Fi が通じてないか。なら全部の部屋訳ありになっちゃう。 W バス、洗面台、エチケットルーム。夕食バイキング。福井県産コシヒカリ、ポークカレー、福神漬け、卵スープ、味噌汁、ネギ、海鮮汁、おろしそば、そば用具材、いなり寿司、焼きサバの寿司、大江戸名物赤シャリの寿司、エビ、イカ、マグロ、焼きハラス、ガリ、わさび、醤油、もずく、大根なます、野菜の炊きに、旬の木の芽味噌あえ、小松菜のおひたし、肉すき豆腐、菜の花入りさつま揚げ、ラーメン、ラーメン用トッピング具材、サラダ、ドレッシング、メパルト魚のアクアパッツァ風、リガトーニ、ボロネーゼ、タケノコのソテー、サワラと春野菜のフリット、ステーキのライブキッチン、ソースカツ、メンチカツ、フライドポテト、エビフライ、シーフードグラタン、鶏の唐揚げソースカツで福井名物のソースカツ丼が作れる。ライブキッチン、イカ、エビ、レンコン、ごぼう、大根おろし、甘エビ、カツオのたたき、船盛り刺身、チキンとタンドリービーンズサラダ、スモークカモと彩り大根、緑野菜のバーニャカウダ、ツナとブロッコリーのエッグサラダ、ジャンボンポーク&サイネナのマリネ、おは漬け、高菜漬け、梅干し、いしる大根、しば漬け、麻婆豆腐、鶏肉の中華炒め、福井産唐揚げと菜の花の中華風うま煮、黒酢酢豚、チャーハン、茶碗蒸し、シューマイ、デザート、わらび餅、大学芋、プチケーキ、ロールケーキ、杏仁豆腐、台湾カステラ、ぶどうゼリー、パイナップル、メロン、オレンジ、コーンフレーク、チョコクリスピー、ソフトクリームバニラ、チョコ、ドリンク、コーヒー、ジュース、氷、お茶、ウーロン茶、アルコール飲み放題、70分2200円、個別注文も可能。ほどなくして会場もヒートアップ。こんな感じに盛りました。新安プレゼンツ大江戸温泉物語、あわら夕食バイキング、おすすめ料理。1、ステーキ。大江戸温泉物語、定番料理、柔らかくて美味しい。ソースカツ丼、福井名物のソースカツ丼、エビフライも一緒に食べるとうまさ倍増。3、鶏肉の中華炒め、肉と野菜のハーモニーが絶妙。4、エビ天サクッとしている。
どんシンプルな味わい。6、海鮮汁。海鮮の味が染みてうまい。7、チャーハン。大江戸のチャーハンはうまい。朝食バイキング。うどん、かまぼこ、いなり、ネギ、さつま揚げ、里芋の煮っころがし。漬物、梅干し。福井県産コシヒカリ、福神漬け、ポークカレー、鶏団子鍋。納豆、味付け海苔、温泉卵、冷ややっこ、鶏ちまき、白粥、ネギ、わかめ、マキフ、味噌汁、コーンスープ、ロールパン、ミニチョコデニッシュ、クロワッサン、白いもっちりパン、くるみブレッド、パンケーキ。ナポリタン、スクランブルエッグ、ウインナー、ベーコン。ガンモ、筑前煮、肉じゃが、スイートコーンバター炒め。白身魚のフライ、フライドポテト、焼き鮭、焼きサバ、大根おろし。大江戸のっけ丼物語。オクラ、長芋そうめん、めかぶ、キムチ、甘エビ、なめたけ、銀鮭サーモン、鶏そぼろ、こじ、やりいかそうめん、ネギトロ、しらす、博多明太子。のっけ丼のタレ、ご飯、刻み海苔、海鮮シューマイ、サラダ、ドレッシング、お茶漬け。注文はスタッフに声かけ必須。きんぴらごぼう、ピリ辛こんにゃく、ひじき海藻和え、きゅうりともずくの酢の物、笹かまぼこ、フルーツグラノーラ、チョコクリスピー、コーンフレーク、牛乳。ライブキッチンのおにぎり、昆布、鮭、青唐辛子味噌、梅干し、ツナマヨ。デザート、ミニエクレア、白いコーヒープリン、わらび餅、みつ豆、プチケーキ、ヨーグルト。ライチ、マンゴー、リンゴ。ソフトクリーム。ドリンク。コーヒー、ジュース。お茶、リンゴ酢白桃ミックス、ウーロン茶。九歳の青汁。ほどなくして会場もヒートアップ。こんな感じに盛りました。新安プレゼンツ大江戸温泉物語あわら朝食バイキング。おすすめ料理。海鮮丼。大江戸温泉物語の朝食バイキング定番。2、ポークカレー。具材が豊富で美味しい。鶏ちまき癖になる味。4、クロワッサンサクッとして美味しい。
マンゴー大江戸温泉物語のマンゴーはうまいヨーグルトを絡ませて食べるとうまさが増す。6. 鶏団子鍋シンプルで味わい深い。大江戸名物朝市、どれでも3個で1100円。カニと甘エビの販売、娯楽施設も充実しているし、温泉大浴場にはサウナもついている朝夕バイキングは系列のホテルと比較すると少々見劣りするけど、海鮮もステーキもあるし、なかなか充実していた。総じて訳あり宿泊で格安に宿泊しただけあり、コストパフォーマンスが素晴らしかった。一人宿泊に優しい訳あり部屋プランは特におすすめですね。